九州横断特急5号人吉行きにご乗車くださいましてありがとうございます。この列車には運転士、客室乗務員が乗務しております。熊本までご案内します。ご用の際は客室乗務員に声をおかけください。ここで停車駅と所定の到着時刻をご案内します。次は三重町、三重町到着15時28分、尾形15時39分、豊後館田15時52分。本日は豊後駅に臨時停車いたします。豊後駅16時10分、宮地16時33分、阿蘇16時38分、赤水16時47分、立野17時2分、肥後大須17時15分、武蔵塚17時25分、水前寺17時33分、新水前寺17時35分、熊本17時45分、熊本から先は立野を出てご案内します。終点人吉には19時26分の到着です。車内設備のご案内です。この列車は2両編成です。前から2号車、1号車の順で2号車が自由席、1号車が指定席です。客室はすべて禁煙です。喫煙スペース、お手洗い、テレホンカード専用の電話は1号車です。くず物入れは各号車の電気に備えています。車内美化のご協力をお願いします。携帯電話の客室内での使用は周りのお客様のご迷惑になりますので電気でお願いします。客室内では電源を切るかマナーモードにしてくださいますようご協力をお願いします。走行中は列車が揺れますので十分お気をつけください。駅員が不在の場合、使用済みの切符は駅の収札箱にお入れください。またこれからご案内を兼ねて切符を拝見させていただきます。皆様のご協力をお願いします。熊本に到着いたします。お乗り換えのご案内を申し上げます。特急リレーツアメ53号、鹿児島中央行き17時52分1番乗り場、普通列車八代行き17時58分5番乗り場、特急リレーツアメ18号、博多行き17時54分4番乗り場、普通列車銀水行き17時58分3番乗り場、普通列車三隅行き18時2分4番乗り場からの発車です。降り口は右側2番乗り場です。熊本から列車の進行方向が変わります。座席下のペダルを踏んで椅子をお回しください。なお熊本から人吉のワゴンサービスの営業はございません。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。熊本の次は新八代に停まります。